はい、始まりました、もう一つチャンネルです。今回はですね、セルタのですね、この、成績途中経過みたいなのについてですね、ちょこっと話したいと思います。で、セルタコースっていうのはですね、一応ですね、成績があるんですよ。もうこのパスかフェールかなって思ってたんですけど、自分自身は、そうではなくですね、ちゃんとですね、どこの位置、合格のどれっていうのがあるんですね。で、パス A っていうのがあって、パス B があって、で、パスですね、 C がパスです。で、その後で、マスターズがフェイルですね、失敗するっていうんですね。で、フェイルする人はそこまでいないって言ってました。うん、そうなんですよ。まあ良かったなと思ったんですけど、ただまあね、最初の課題で再提出になったんで、やばっと思いましたけどね、これフェイルする人いるんだな本当にと思いながらですね。うん、で、まあそうです、自分たちのこの一緒のクラスメートたちも再提出いっぱいいました。半分以上かな、再提出だったんで、うん、まあ、まあ大変だなというふうに思いましたけど、で、最初は、まあやるんだったらじゃあ上を目指そうかなとかって思ってたんですけど、ただそう、最初の提出でもう再提出ですから、あ、これですね、なんか、これ上を目指すとか言ってる場合じゃないな、まずちゃんとパスするのをなんとかしなきゃなって思ったんですけど、チュートリアルっていうのがあって、チュートリアルですか、があって、話すんですよ、先生とですね。で、その時にですね、まあ、自己採点というか、自分でどれぐらいですね、セルフエヴァリエーションですね、自分がどの辺にいると思うとかっていうのを書くんですけど、その後で、先生がつけたエヴァリエーションですね。で、それをこう見せられるんですね。で、それで比べたりとか、こうした方がいいよとか、ここがいいとこだよっていうふうに話すんですけど、で、教えるレベルですね。で、大体自分がこの辺、どの辺かなっていうふうに、わかるわけですよ。毎回レッスンすると評価されるわけなんですけど、その評価が、いわゆる、not standard なのか、スタンダードにも達してないのかですね、それともスタンダードなのか、それっていうのが基本的にあるんですけど、で、プラスで above standard っていうのがあるんですね。この基準を満たしていない、満たしている、で、さらにその基準以上のものですね、素晴らしいものですみたいなのがあるんですよ。で、第1週目はこう、まあ時間配分とかすごく得意なので、やっぱりですね、自分だけアクティビティーズとか全部終わらすことができるんで、他の人やっぱり時間が足りないんですよですね、なんですけど、それでもう全然、まあ悪いとこいっぱいあるっていうので、でいろいろ言われて、で、2週目にそうですね、2週目のボキャブラリーですね、ボキャブラリーレッスンのところで、above standard と言いますね、above standard になって、で、では全体のそのセルタのパスか、パス B、パス A かっていうところで、結構もうパス B に近いって言われました。もう今のところのそのレベルのこのレッスンの仕方をちょっと改善していけば、パス B も狙えるって言われたんですね。で、あ、そうなんだ、よかったと思ったんですけど、で、まあこれ見てる人ですね、いや、あなたはそんなね、教えるベテランなんだからとかですね、思ってるかもしれないですけど、そんなできて当然でしょうと思ってるかもしれませんが、ですね、いやっていう感じですね。だから予備校とかで教えてて、いい授業とされるものをやったら、点数がめちゃくちゃ悪くなってしまいますので、そういった教え方を捨てなければいけません。もちろん、ボキャブラリーの知識とか、グラマーの知識ですね、ナレッジに関しては、当然、他の人たちよりはたくさんありますね。それはもう、間違いはないんですけど、それをどう教えるかっていうのがポイントなんですけど、そのどう教えるかを、やっぱりこの普段の予備校みたいに一方通行でですね、やったらダメです。そしたらもう点数がめちゃくちゃ悪いですね。そうではなくて、ちゃんと全部生徒たちから引き出さなきゃいけないので、生徒たちが答えなきゃいけないっていうですね、そういう風にしないといけないわけですね。で、先生が喋ってる時間が長ければ長いほどダメなんですよ。生徒ですね、students, learners が喋ってる時間が多くなですね、ならなければいけないわけですね。先生が多く喋れば喋るほどですね、点数は悪くなるんですよ。減点されていってしまいますね。だから普段の予備校なんかはこっちがずっと一方的に喋ってるわけですからね。そういう授業をしたら、それは良くない授業だというふうに見なされてしまうので、全然違うわけですね。なので、どういうクエスチョンズを投げかけて、生徒から自分の欲しい答えですね、自分が望んでいる答えを引き出すのかっていうのをですね、やらなきゃいけないんで、大変です、これ。
ですね。でいろんなことがあるんですよ。いろんな制約があって、あこれやったら、はいはい、先生の喋る時間がそのせいで長くなっちゃった、はいダメとかっていうのがあるので、そういったものが非常に大変です。かなり大変ですね。まあ、だんだん慣れてきはしましたけど、それでもやっぱりやっちゃいますね。不必要な発言とかですね、やってしまうので、あそこもやっぱりもっと減らさなきゃいけないなっていうのがですね、感想ですね。まあ面白いです。教えるのは教えるのですごく楽しいですね。やっぱアクティビティーズ考えるの好きなので、それで、生徒たちがもう自分から発言してとか楽しんでやってるとかっていうのが、すごく面白いですね。あこういうのもありだな。まあ予備校で一方的に話してて、なんかこうですね、知識を見せたりとか、分かりやすさとか感動を与えたりとかですね、笑わせたりとかっていうのも好きなんですけど、こういうふうに生徒たちが自分でやって、自分で気づいて、自分で発見して、それで自分から発言してくれるっていうのはなかなか面白いですね。それはそれで、やってて楽しいですね。あとはあれですね、自分が日本人だと思われてないのが面白いですですね、いろいろですね、日本人あの名前も変えてやってますので、それが結構面白いですね。嘘とか言って、違うでしょとかって言われましたけどね、そんな違う、顔が違うとかですね、見た目が違うとか言って、いやすごいなと思ってですねそんな風に思われるんだなと思って、ずっと英語喋ってるとそういう風に思われるんだと思って、結構ですね、面白かったですね。信じられなかった。そうなんですか、じゃあ大学生なんですかとか言われましたけどね、いや全然違います、ね、結構長い間教えてるんですけどね、英語は、はい、めちゃくちゃお腹がずっと鳴ってるんですけど聞こえてないんですよね多分ね。はい、という感じでですね、なんとかですね、結構いい感じらしいです今のところ。ただ課題は辛いの です、ね、課題がポイントですね。まあ、課題さえなんとかなれば、ね、授業の方はですね面白くなっていってますので、うまくいくんじゃないかなと思っております。で、まあ、いずれですね東京帰ったら、まあ、いつかですね、わかんないですけど4月5月になるか分かりませんが、ぜひですねこのですねこのセルタコースで習ったことをですね、披露していきたいと思いますので、ですね、そういったセミナーもやってみたいと思います。また、あとはそうですね、どこかお呼びがかかれば行きますので、今年はですね、いろんな場所にですね、お呼びがかかれば行こうというふうに決めておりますので、ですね、興味があったらお呼びください。どこでも行きますか。学校でも何でもいいです。専門学校でも、会話学校でも英語学校でもいいですから、先生の研修でもいいですし、何でも行こうと思ってますので、ですね、ここで習ったことをですね、活かしてですね、どうやって教えるのかとか、どうやって教材を作るのかっていうのをですね、やっていこうと思っています。ね、なので、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。See you next time. Bye. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.